ナンバーアンダーライン愛一周年。平野翔岩優太神宮寺優太が語る、新たなスタートを切った一年間の真実。彼らの挑戦を支えたのは、熱い思いと I L るワイズの存在。一年という時間は短いようでいて、その間に多くの出来事が積み重なり、時に私たちの人生を大きく変える力を持っています。特に、何か大きな決断を下し、 新たな道を歩み始めた人々にとって、その一年は忘れられない挑戦と成長の時期となるでしょう。平野翔、岩悠太、神宮寺悠太の3人が、それぞれ個々のキャリアを確立しつつ、また新たなグループ、ナンバーアンダーライン愛としてスタートを切ったこの一年も、まさにその例外ではありませんでした。大きな変化の中で、彼らは多くの困難と喜びを経験し、そのすべてが今の彼らを形作っています。 そしてその背後には、常に彼らを支え続けたファンたち、すなわち i l イ s の存在がありました。彼らがこれまでの活動の中で経験したこと、それに対してファンがどのように反応したかを振り返ると、すべてが一つの物語のように思えます。この一年、n o ーアンダーライン I は新たな音楽シーンに挑戦し、自らのスタイルを築き上げてきました。グループを結成するという決断は簡単なものではなく、 安定しかし彼らは、より大きな挑戦を選び、その結果として数々の成功を収めてきました。デビュー曲、新しい光は、メンバー自身が作詞に関わり、自らの感情と体験をリアルに表現した一曲として話題になりました。この曲は、まさに彼らが直面した困難や、それを乗り越える決意を象徴するものであり、 多くの人々に勇気を与える楽曲となりました。もちろん、この成功は決して一夜にして達成されたものではありません。彼らが選んだ道は、常に順風満帆ではなく、時には批判や不安、そして不透明な未来への恐れもあったことでしょう。しかし、そんな中でも彼らはお互いを信じ、ファンの声援を胸に歩み続けました。特に、ファンである i l y ズの存在は、 彼らにとって大きな支えとなりました。I.L.I. ズは、ナンバーアンダーライン愛が新たな道を歩み始めた瞬間から、彼らと共にあり、常に温かい応援を送り続けてきました。それは、ライブ会場での声援や、SNS を通じたメッセージ、さらには直接的な交流の場での励ましなど、様々な形で現れました。そして、その支えがあったからこそ、 ナンバーアンダーライン愛はこれまでの成長を遂げることができたのです。例えば、北海道で行われた1周年記念イベントには、数多くの i l イズが駆けつけ、その場はまさに感動と喜びに満ちていました。遠方からのファンも SNS を通じて祝福のメッセージを送り、その一体感はリアルな場だけでなく、オンラインでも共有されました。このイベントは、彼らにとっても、ファンにとっても特別なものであり、 1>, 1年という節目を共に祝うことで、さらに絆が深まる瞬間となりました。イベントの中でメンバーたちが語った感謝の言葉は、ファン一人一人の心に深く響き、さらに彼らの活動を応援したいという気持ちを強めるものでした。平野翔は、イベントの中で次のように語っています。この1年、皆さんの応援がなければここまで来ることはできなかったと思います。 新しい挑戦をすることは常に不安が伴いますが、皆さんの支えがあったからこそ、僕たちは自信を持って前に進むことができました。これからも一緒に、新しい未来を作り上げていきましょう。この言葉には、ファンへの深い感謝の気持ちが込められており、平野自身がどれだけ ILIZ の存在を大切に思っているかが伝わります。同じく、岸優太も感謝の気持ちを伝えました。僕たちはこの一年間、 たくさんの新しい経験をしてきました。楽しいこともあれば、難しいこともありました。でも、皆さんがいつもそばにいてくれたおかげで、どんな時も乗り越えることができました。本当にありがとうございます。これからも僕たちは挑戦を続け、皆さんに喜んでもらえるような音楽を届けていきたいと思います。彼の言葉には、ファンと共に歩む姿勢が強く感じられ、その絆の強さが表れています。 神宮寺ゆルタもまた、ファンへの感謝を忘れません。この一年、僕たちは新しいステージに立つことができました。そしてそれは、皆さんが応援してくれたからこそ実現できたことです。僕たちの音楽を聴いてくれるだけでなく、ライブに来てくれたり、SNS でメッセージを送ってくれたり、そのすべてが僕たちにとって大きな励みになっています。これからも皆さんと一緒に成長していきたいです。彼の言葉からは、 ファンとの共存という考えが感じられ、今後の活動に対する期待が膨らむばかりです。このように、メンバー一人一人がファンに対して感謝の言葉を述べ、その感謝の気持ちは確かなものとして i l w i ワイズに伝わりました。イベントでは、ファンとメンバーが一緒に過ごす時間が大切にされており、彼らの間にはまるで家族のような温かい絆が流れていました。ファンたちは、ただ音楽を楽しむだけでなく、 ナンバーアンダーラインアイというグループと深い結びつきを感じ、その成長をともに喜ぶ存在です。この1年の間、ナンバーアンダーラインアイは国内外で数々の成功を収め、その名声はさらに広がりました。音楽番組やフェスティバルに出演し、その圧倒的なパフォーマンス力で観客を魅了し続けています。彼らのステージは、エネルギーに満ち、見るものを引き込み、感動させる力があります。 それは、ただ歌やダンスがうまいだけではなく、彼らの真摯な姿勢と、音楽に対する情熱が伝わってくるからこそ成し遂げられるものです。また、彼らの音楽はその内容もさることながら、リリースされるたびに多くのチャートで上位を獲得しており、その人気の高さを裏付けています。デビュー曲の、新しい光だけでなく、続くシングルやアルバムも次々とヒットを記録し、ファン層をさらに広げていきました。 そして、それらの成功の背景には、ファンとの深い絆が常に存在していたのです。ファンが彼らに注ぐ愛情とサポートは、音楽業界においても得意な存在感を放っています。しかし、この成功は彼らにとって終着点ではなく、むしろ新たなスタートラインにすぎません。インタビューの中でメンバーたちは何度も、これからも挑戦を続けていきたいと語っており、現状に満足することなく、 さらに高みをを目指すす姿勢を見せています彼らの目標は、ただ音楽の枠にとどまらず、新しいスタイルや表現方法を追求し続けることです。そしてその道のりには、もちろん ILYs の存在が欠かせません。ファンと共に歩む姿勢を貫くことで、彼らはさらに大きな成功を手にすることでしょう。そして、この1周年を祝うイベントは、ただの通過点であり、 彼らにとっては次なる挑戦へのステップでもあります。全国各地で開催される記念イベントを通じて、ファンと直接触れ合い、その絆を再確認する機会が続きます。遠くからでも彼らを応援し続けるファンの声援は、きっと彼らの新たなエネルギーとなり、さらなる成功へと導いてくれるはずです。彼らの未来はまだまだ広がっており、その可能性は無限大です。 これからもナンバーアンダーライン愛は音楽を通じて、そしてファンとの絆を通じて、さらに成長し続けていくことでしょう。そして、彼らの冒険はまだ始まったばかりです。